本多忠勝出撃せよ。時は戦国時代。今一人のヒーロー熱き思いを胸に秘め群雄ひしめく戦国乱世一つにすべくここに立つヒーローよ。見事天下を制しその比類なき足跡を歴史に刻み込め天下統一への道。なんたること、我が軍の補給路が断たれました。完全包囲したか。親方様、この戦我らの勝利でございますな。若者は長く安心するなと言っとるわ。報告報告、我が軍の兵糧が一箇所に集められております。兵糧が尽きた。もうダメだ。親方様、敵は恐れをなしておりますぞ。大きじゃ生きるよ。嘘だろう。こんなところで終わりだなんて。このままでは我が軍の壊滅は確実。兵糧を取り戻し一気に反撃いたしましょう。忠勝とおめえらとの差あまりにもでかい。これが戦国最強本多忠勝の力よ。覚えておけ。上出来だ。いけいけ、負けるな戦っちゃ。援護兵隊負けるか。貴様の思うようにはさせん。絶走真田幸村、決
断。親方様の策に怒りはなし。無駄な抵抗はやめ、降参されよ。親方様、この動きは幸せでございました。くっ、敗北の道はまだまだ遠くに。ガラガス、発展系だよ。ありえん、ありえん。兵糧なき軍などもはや敵にあらず。この武田随分と舐められた。ダメだ、こんな戦いの相手には逃げるしかねえ。命を誤る、死ぬ。後ろは任せてください。大将は存分に。上洛を渡し、天下を治めるのは親方様よ。隊長、俺たちも頑張りますよ。蝶のように舞い、蜂のように刺す。我が謀略始まるのに、バンカヤツがいるなんて聞いてねえよ。臆すな、肉強食、それが戦国な法や。いざ参る、もうままに復興をあげよう。遅い、遅いわ。おお、戦場を完全に掌握している。うまく使えるのだ。兵糧あれば俺たち負けねえ。武田をぶっ潰せ。
なし。行け、タダカス。ラデンが大あげようと思ったのに。動くこと行かずしのフルーガごとし攻めよ。もうやろう、上がり。この緊張にて攻めるのだ。もう崩壊敵兵押し寄せてまいりました。おお、ここまで来るとグラディオル仏様に祈っとったんだ。わしの前に出るとはいい度胸じゃの。おめえ、わしが貝の虎武田信玄よ。故に我々終わりにする。冥土の道に王はなし。人は必ず死ぬもの。援護
攻撃されて気負ったぞよ。さあマロの影武者がおいでます。ガラガプ発展形態だ。これでマロがどこに隠れたかわかるまいぞ。マロ多数、なんと名誉な光景だ。ごときにこの崇高な策は破れんぞ。大将に逃げ足だけは吉本様に無理二つ。強すぎる。同じ人間だ思えねえ。どこに隠れた今川義元、卑怯なり。風流でおじゃる、風流でおじゃる。演奏は完璧だった。うわ、また偽物だ。本物を探してくだされ。何人も戦わずを止められん。おのれ今川、影武者を使いよって。それは偽マロじゃ。見分けがつかろうじゃ。なんで俺この役に選ばれたんだろうじゃ。偽物を捕まされておるの。プップップッ。今はどこだ。区別が使う。ようここまで参った。苦しゅうない。マロこそが今川義元でおじゃるよ。にゃっ。苦しゅうないぞよ。終わりにしろ。もとなれ山となれでおじゃ。本物の吉本様の危機。上出来だ。おしでおじゃ。ご帰還である。我らお待ちしておりました。キャツラごときに栄光もわすぐらせん。それこじるなんじゃ。あの巨大門こそ
農場が要、栄光を閉ざされては進撃もままなりませんぞ。栄光門を閉じよ、早くしろ。行け、戦わせ。剣豪なる守りあり、道を開け、我らが大将の通りよ。この小田原城を落とせると思っておるのか。下れば許さんこともないぞ。ん？この剣道にして重厚なる栄光門、その来歴は時ご先祖の北条伝統の将と技、徳と見よ。終わりにしろ。強さだ、味方があんなに。選手防衛、防御こそ最大の攻撃なり。二人ともその前を走らせぬ勢いですな。北条家の名は汚させぬわ。やりやがったな。わしの元まで来させるでないわ。せめこの戦は負けだ。私が一番忠勝をうまく使えるのだ。今まではらちがあかん。前へ出ろ。
込むのだ。そうだろう、こんなところで終わりだなんて。ご先祖様、お助けを。後ろは任せてください。対象は十分に。敵将が赤子のごとく。さすがは御大将。しよったか。なんだよ、訓練と全然違うぞ。代々受け継ぎししろ。この北条氏政、誰にも私はせんぞ。せや、お守りくだされ、ご先祖様。これがわしの何者じゃ。こんな動物園の魂をするじゃ。上出来だ。おお、ご先祖様方は勢ぞろいじゃ。俺様に負けやがれ。
俺様は武蔵、宮本武蔵、黙って手製の策を仕掛けてやったぞ。これでイケメくらいやがれ。上出来だ。なんだよ今の、もう一回やらせろ。今だ、戦って。ご帰還である。我らお待ちしておりました。ここが伊達の本拠、すり上げ原。竜が住むとされていますが、まことでしょうか。戦国最強本多忠勝の力よ、覚えておけ。この総主あんたに破れるかも。やれやれ、総龍神を仕掛けるとは。政宗様、あの者には少々身を隠しすぎませんか。どう料理されたいか考えていくよ。いい夢見れたぜ。なかなかの腕前じゃねえ。お前ら落ち葉を墓場にしろよ。お前ら、いや、いるよ。気合い。無邪ぶりしてきる。期待してるぜ。了解、ぶっ込んでいきます。援護形態戦わず、突進形態だ。何人たりとも政宗様は近づけさせはしない。おめえら、撃ち出してやるな。承知。
後ろは任せてください。対象は存分に盗んだ。竜が炎を吹いている。これが総竜寺の輪。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。地獄が見てえか。どうやらもう一度覚悟を決める時が来たか。せいや、ここで倒れちゃう男が去るぜ。チッ、あばよ。終わりにしろ。上出来だ。これぞ蝶のように舞い蜂のように刺す。弱肉強食、それが戦国の法や。阿部に突き走ってやろうぜ。完全に掌握している。てめえ、俺を殺せるんじゃねえぞ。小十郎様がこうなったら手に負えねえ。戦国最強や。頼め頼め、結果に来たら頼め。いいねいいね、戦の花だね。そろそろ手締めつけさせてもらうぜ。今度いっぱいご一緒いたそうぞ。
い。ぶっ込んでいきます。一つよろしく頼むぜ。政宗様に立てつく度胸は認めるか。止めるな。やめてみせろ。腹に力入れろ。まだまだ根性しこんでます。星になっちまいな。誰にガンつけてんだ。ダメ。ムカつき野郎だぜ。俺らこんなにもろかったのかよ。おめえら、みっともねえことしてるでねえぞ。一刀の顔に泥は塗らねえ。まだやれます。こんな戦見たことねえ。おめえら、これでも欧州伊達軍の一員かよ。俺たちの結束はなめんなよ。伊達の特攻魂見せてやれ。あなた様は戦場の明星、輝いております。そろそろ俺の出番ってわけかい。Thank you.
根性見せてやるよ。了解です。命張っていきます。政宗様の前だ。しっかりやれよ。我らが大将の活躍ぶり、おとりを聞け。この私の絵、きっちりつけさせてもらうぜ。シートを置いたが過ぎた。出迎えの準備は万全だぜ。なかなかいい根性見せたじゃねえか。ダメだ、根性仕込んでます。これぐらい蚊に刺されたようなもんだぜ。政宗様、この小十郎がお供いたします。オーケー、気合入れてついてこいよ。お行儀の悪いお客さんがおしゃべりだ。上出来だ。覚悟は共にできてた。小次郎、てめえの行く先は地獄じゃ済まねえ。終わりにする。もろいもの、行き先は分かってるんだ。焦ることねえ。
来るか。ご機嫌である。我らをお待ちしておりました。この世にはびこる悪名、兵隊だ。正義の王、秘伝を削除する。兵隊だ。一応お手伝いする。お断りの戦だしよ。戦闘だ。浅井長政は城にいるぞ。各地の砦を占拠し、浅井を誘い出すのだ。浄化される運命とも知らず、落とさないで。動いて。落ちたぞ。まずは一つ。残る砦は三つでござる。仲間ささな。降りてこい。拙者、虎の威を狩る狐の気分でござる。なんたること。正義が破れそう。中野さんの名を怒ってる。私を侮辱する気か。許さぬ。やめて。赤マサ様を殺せないで。ルビとたりともその前を走らせぬ勢いですな。落ちたぞ。取った。二つ目取ったり。この調子で残り二つを。貴様ら、それでも断りの戦か。私たちは勝つのだ。気流するな。背筋を伸ばせ。ああ、鬼だ、鬼がいる。我らが聖なる悪人。貴様の正義が試されているぞ。ご覧なれ。戦つとおめえらとの差、あまりにもでかい。
かつ突進形態だ。タダガス正義の鉄槌食らうがよい。ゴー。突進形態だ。液晶が頭のままだ。さすがは御大将。タダガス突進形態だ。なぜ私の思いが伝わらないのだ。破れる者は全て悪と思い知れ。我らが聖域を汚すことはあわず。相手には逃げるしかねえ。防御形態だ。タダガス突進形態だ。その信念を見せる時が来たぞ。断りの戦たちよ、守りを固めろ。恐れる恐れてしまう。タダガスお役に立って。防御形態だ。タダガス突進形態だ。世の悪のせいだ。炎の槍1、氷の槍2、イカズチの槍3、風の槍4、闇の槍、戦国最強連隊五本槍。その砦も落とそうというのか。なんでそんなことするの。一本、四、多分じゃあ一二戦術、二二連携、三四もあんた五本槍。必殺悪は許さん。消え失せよ。くらえ。天狗に対抗。落ちた。落ちたぞ。取った。砦で完全占拠成功。お見事なり。
進め。悪の軍団を滅ぼすのだ。これ以上我が聖域は切らせぬ。長政様、一も一緒に行っていい。勝手にしろ。さっさと来い。皆の者、刮目すべし。一、お手伝いします。無言即殺。悪と無駄口削除なり。この浅井長政容赦せぬ。と差し違えないと思う。貴殿は正義のように。上出来だ。一の次、二、三。そんな、どけ。死なすつもりはなかった。よく私の聖地を終わりにしろ。私は間違っていない。しておりました。敵軍侵入。船で突撃を敢行したのよ。見せてもらおうか、お前らの性能。あんなんだ、あのバカども。この豊臣の戦艦に突っ込んできたって。あつは無言か。それとも冗談かい。敵将が赤子のごとく。さすがは御大将。あたかつ、また活躍しよったか。だめだ。勝手の気がして。あの小舟で乗り込んだ。このまま優勢のわしを堪能するがよい。なんとこのデタラメな暴れっぷり。
で名を上げようと思ったのに。終わりにしろ、ナダカス。上出来だ。投げやりな指示を出したくなるね。援護兵隊。A の連動が足りぬ。鍛え直しを。いざ出撃。援護兵隊。ずいぶんと勇ましいことだね。続いては相手の思うツボだよ。任せください。じゃあできない。寝てる場合じゃねえ。起きろ。戦場に逃げ場なし。貴様勝負を捨てたな。俺たちもしかして勝てるかも。ここは守るようにと言ったはずだよ。本当様、申し訳ありません。終わりにしろ。拙者、虎の意を込め、失礼の気分だが。強すぎる。同じ人間だ、思えねえ。秀吉様の船の上で、勝手な真似はさせぬ。ただかつ、発信形態だ。
待つのは嫌いなんだ。早く決めてくれないか。豊臣に従うか、それともここで朽ち果てるか。ここは船の上だよ。君たちに逃げ場はない。終わりにしろ。その力があれば天下などすぐ取れる。クソあいつ。お前の夢、我が果たして見せるぞ。恋人たりともその前を走らせぬ勢いですな。その程度に見ることはできぬ。豊臣秀吉、我が力が時代を変える。我が親を奪おうなど笑いもできぬ冗談。お前は何を持って国を治める。国をつかむため、情けも愛も功に捨てたわ。この弱さを直視できぬ者に我は負けぬ。上出来だ。これも夢のまた夢、良い夢であった。家康に過ぎたるものとはお前よ。Bye.
and more strong. Can reach anywhere. We win the light that breaks the darkness. Greater and more strong. Can reach.